妊活にちょっと関係しうる、あの感じですね。奥さんに影響出るか、お子さんに影響が出るか、含まれてないし。皆さん、こんにちは。湘南 AJ クリニック新宿本院院長の斉藤です。今日もですね、髪の毛のお話をピックアップしてお話していこうと思います。では、今日のお話は、妊活についてなんですね。AJ 治療をやってる人って、妊活をね、されてる、まあ、いわゆる世代が多いんですけど、妊活にちょっと関係しうる、お薬があるんですね。で、ずっとお話してきますけど、髪の毛の治療にはフィナステリドとか、デュタステリドって言って、DHT って悪い男性ホルモンを抑えるっていう薬が欠かせないんです。で、この副作用として、男性機能の低下っていうのが、毎年ね、報告あるんですね。0% はならないんです。で、うちなんかは、フィナステリドの内服っていうのは、メインで、ご処方させてもらってるんですけども、フィナステリドも、一応ね、0.7% ぐらいの人に男性機能の低下っていうのが、一応報告があるんです。で、妊活に関して言うと、いろんな側面があると思うんですけど、例えば、勃起不全であったりとかね、性交渉がうまくできないっていうのを、言われる方もいると思うんですね。で、もし、フィナステリドを使ってる方で、そういうのを感じる人がいたら、一遍、妊活中はやめてみるっていうのは一つありかなと思います。で、必ず、それが原因ならば、お薬をやめると、回復しますね。で、もう一つは、性欲の低下っていうのもあるんですね。リピドって言いますね。で、それも感じ出して、それがいわゆる妊活に影響出るようであれば、一遍やめてみるというのはありだと思います。で、あともう一つはですね、これは一番よくある質問なんですけど、フィナステリド飲んでる人が、子作りをしたときに奥さんに影響出るかとかですね、あとお子さんに影響が出るかっていうのをよく聞かれます。で、結論から言うと、ご自身が飲んでて、例えば、唾液中に、フィナステリドが高量、ね、高濃度に出てくるとかね、精液中に出てくるとかっていうのはないんです。ごくごく微量だって言われてます。だから、逆に言うと、女性に影響出る量は、含まれてないし、まして、胎児に影響出るっていう量ではないので、フィナステリド飲んでる人が妊活、子作りしてはいけませんよっていうのはないんですね。それは大丈夫です。で、ただ、奥さんがね、パートナーが妊娠されたときは、妊婦さんは、やっぱり、フィナステリドあんまり触らない方がいいし、ましては飲んではいけませんよっていうのは、そんな感じの、薬なんですね。で、DHT はですね、いろんな役目をしてるんですけど、性器の発達に関わってるって言われてるので、赤ちゃんが男の子であった場合は、おちんちんの発育が遅らせるって可能性があるんですね。だから、やらないに越したことはないです。触らないでくださいってことです。で、あとは、もしね、子作りを一緒に、一生懸命やってるんだけども、なかなかこのお子さんができなくて、で、自分の精子を調べてもらったら、人と比べるとなんか動きが、活発ですよとか、ちょっと数が減ってますよとかって、もし言われたら、フィナステリドの可能性はゼロではないので、一遍、フィナステリドをお休みして、で、1ヶ月ぐらいですと体から全部影響はなくなるはずなので、で、もう一度、再検査をね、精液をね、調べてもらうといいかな。そんな感じです。ね。いずれにしても、フィナステリド飲むのをやめたら、そういう副作用というのはなくなるので、心配いらないですよね。妊活は非常にデリケートな話になるし、あとパートナーがいることなので、お二人でね、よく、相談されて、使われていいかなと思います。専門医から言うと、それほど心配する人はしないんですよね。はい。では、次回もですね、髪の毛のお話、あと皆さんからよく聞く質問事項であったり、得意にしている植毛のこだわったお話とかですね、していこうと思いますので、もし興味ある方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それから、いいなと思ったらグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では、次回までさようなら。